はい、今回は8月22日から開催となる全英女子オープンについて語っていきたいと思います。まずは全英女子オープンの概要についてですが、開催日は8月22日から8月25日、賞金総額は900万ドル。開催場所はスコットランドのセントアンドリュースオールドコース、全長6649ヤード、パー71のセッティングとなっています。今回は海外メジャー最後となる5戦目となりますね。2019年に渋野日向子選手が優勝した大会でもあります。そして今大会の舞台は超有名なコースであるセントアンドリュースのオールドコース、ゴルフの聖地とも呼ばれています。海外メジャーの大舞台、そして歴史のある開催コースということで本当に楽しみな大会ですね。日本勢からは渋野日向子選手、古江彩佳選手、畑岡奈紗選手、笹生優花選手、西村優菜選手、西郷真央選手、勝みなみ選手、小祝さくら選手、武田梨央選手、山下美夢選手、岩井千里選手、岩井明愛選手、大里桃子選手、吉本光選手、鈴木愛選手、桜井心那選手、川本結衣選手、佐久間朱里選手、川崎遥選手が出場予定となっています。日本勢の選手について急遽次々と繰り上がりで出場権を獲得していき、総勢19名の出場が確定しています。さらに月曜日には最終予選会も控えており、馬場咲希選手、早川真帆選手が出場します。この動画の収録時にはまだ結果が出ていないのですが、最終予選会では97名の選手で争っていくのですが、上位3名以内に入れば全英女子オープンに出場可能となります。最終予選会でこの2人が出場権を獲得すれば、日本勢は総勢21名の出場ということになりますね。多くの日本勢が出場となるので、全英女子オープンがますます楽しみになってきますね。続いて個人的に気になる注目選手について語っていきたいと思います。まずは渋野日向子選手。スタッツとしては平均距離が96位、フェアウェイキープ率が46位、パンオン率が102位、パンオン時の平均パット数が144位、バーディー数が66位となっています。数値自体はあまり良くありませんが、復調してきているので、この数値以上のパフォーマンスは出せる状態になっていますね。前の週のスコットランド女子オープンでは残念ながら初日に棄権という結果となりました。初日はインスタートでバーディー先行で順調にプレーをしていたのですが、14番ホールのティーショットをした後、突然涙を流して同組の選手たちに棄権することを告げるシーンがありました。その後左足の付け根や股関節、お尻などをチェックしていて、そのあたりに痛みがあり棄権という結果になりましたね。初日当日の朝の練習から痛みがあったようで、少し怖さもありつつスタートとなったようですが、やはり痛みが走ることもあったようですね。全英女子オープンの出場についてはまだ情報がありませんが、公式サイトの出場選手に渋野日向子選手はまだ残っているので、仮にまだ痛みが残っているとしてもギリギリまで判断を待っている可能性もありそうですね。もちろん痛みがもう引いており、出場できる状況になっている可能性も十分にありますが、ただスイングにおいて左の股関節あたりは負荷が大きくかかってしまう部分になるので心配なところですね。元気な姿で全英女子オープンでプレーできることを祈りたいと思います。そして古江彩佳選手、スタッツとしては平均距離が132位、フェアウェイキープ率が3位、パンオン率が9位、パンオン時の平均パット数が4位、バーディー数が2位となっています。ドライバーショットの精度、アイアンショットの精度、そしてパッティングと総合力が非常に高い数値になっていますね。前の週のスコットランド女子オープンでは3位という成績でした。海外メジャーのエビアン選手権で優勝して以来、久々の試合となりましたが、慣れないリンクスコースや強風と寒さの中でもしっかりと対応して上位の成績を出してきましたね。このあたりは本当にさすがという感じです。この勢いのまま全英女子オープンでの活躍も期待をしてしまいますね。もしかするとエビアン選手権に続き海外メジャー2連勝という可能性も十分にありますね。そして西村優菜選手、スタッツとしては平均距離が158位、フェアウェイキープ率が14位、パンオン率が109位、パンオン時の平均パット数が4位、バーディー数が27位となっています。ドライバーショットの精度が高く、パットが上手い選手ですね。前の週のスコットランド女子オープンでは残念ながら予選落ちという結果でした。これで3連続予選落ちとなってしまいましたね。
風の対応やパットが課題のようですが、ただ先週の経験は今週の全英女子オープンに生きてくると思います。そして西村優菜選手はそのあたりの対応力が高い選手だと思うので、今大会では経験を生かして上位での活躍に期待をしたいです。そして個人的に一押しとなる小祝さくら選手、スタッツとしては平均距離が11位、フェアウェイキープ率が40位、パンオン率が3位、リカバリー率が14位、パンオン時の平均パット数が7位となっています。全体的にバランスが良く、ドライバー、アイアン、ショートゲームと高レベルの数値となっていますね。トータルドライビングが5位、ボールストライキングが1位にもなっています。直近に出場した試合の NEC 軽井沢7-2ゴルフでは2位という成績で優勝争いのプレーを見せ、大会終了後にそのまま全英に向けて移動しています。なので先週のキャットレディスは欠場となり、日米連続出場は228試合でストップとなってしまったようですね。2018年の開幕戦以来、日米どちらかで開催された試合に一度も休むことなく試合に出場しているようで、本当に鉄人という異名は伊達ではありませんでしたね。そして今季全米女子オープン以来の2戦目となります。全米女子オープンの時には9位の好成績を出していますからね。今回の全英女子オープンでの活躍も楽しみなところです。そして山下美夢有選手、スタッツとしては平均距離が54位、フェアウェイキープ率が2位、パンオン率が5位、リカバリー率が1位、パンオン時の平均パット数が1位となっています。ドライバーの飛距離以外はどれもトップクラスの数値です。最終日のラウンドの平均ストロークは1位となっており、最終日にしっかりとスコアを伸ばしてくるのもやはり強さの秘密ですね。直近の試合についてはパリオリンピックの出場でしたね。メダル獲得まであと1打足りずという本当に惜しいプレーで日本中を熱くさせました。本人としては涙が流れるほどの悔しい思いをしていましたが、メダル獲得に向け最後まで上位で戦い抜いたプレーはとても印象的です。その悔しさもバネにして全英女子オープンでも上位の活躍に期待をしたいですね。今季は海外メジャーで日本勢の活躍が目覚ましいですし、山下美夢有選手は海外メジャーでも優勝できる実力は十分だと思うので頑張ってほしいです。そして武田理央選手、スタッツとしては平均距離が4位、フェアウェイキープ率が82位、パンオン率が1位、リカバリー率が11位、パンオン時の平均パット数が3位となっています。圧倒的な飛距離と国内最高峰のアイアンショット、そして得意のパットでバーディーを量産してくる選手です。平均ストロークも1位で60台の数値になっているのがすごいですね。今季は初優勝から4勝を挙げ、トップ10入りも13回となっています。さらに海外メジャーでも全米女子オープンで9位などの成績を出し、予選落ちもなく安定したプレーで活躍をしています。全英女子オープンでは慣れないリンクスコースになるかもしれませんが、精度の高いアイアンショットを武器にチャンスを作ってバーディーを量産していってほしいですね。そして川崎遥選手、スタッツとしては平均距離が32位、フェアウェイキープ率が17位、パンオン率が10位、リカバリー率が41位、パンオン時の平均パット数が36位となっています。ドライバーショットの精度とアイアンショットの精度が高い選手です。トータルドライビングも4位となっていますね。前の週のキャットレディースでは見事初の完全優勝をつかみました。2試合連続で優勝した後、2試合連続で予選落ちとなってしまい、少し心配をしていたところだったのですが、すぐに完全復調して優勝をつかんでいましたね。そしてキャットレディースの開催中に急遽繰り上がりで全英女子オープンの出場権を手にすることとなり、ほぼ即決で出場を決めています。昨年の全英女子オープンは73位という成績でしたが、去年の経験を生かしつつ、そして優勝した勢いで今季は上位での成績で活躍を見せてほしいですね。はい、今回は全英女子オープンについての概要や事前情報、そして注目選手について語ってみました。今回もゴルフの話がたくさんできて大満足です。それではまた。